ピューリッツァー賞、ピューリッツァー賞、ピューリッツァー賞は、アメリカ合衆国における新聞、雑誌、オンライン上の報道、文学、作曲の功績に対して授与される賞。新聞出版業で財を成した、ハンガリー生まれのアメリカ人、ジョーゼフ・ピューリッツァーの意思に基づいて1917年に創設され、現在は、ニューヨーク市のコロンビア大学により運営されている。 21部門で賞の授与が毎年行われ、うち20部門で受賞者には、賞状と現金1万 5000US ドルが贈られる、2017年の1万ドルから上乗せとなった。ジャーナリズムのにおける受賞者には、金メダルが授与される。紙の発行者だったピューリツァーは、1903年4月10日に、死後の財産のうちコロンビア大学に、 ジャーナリズム学部を創設するために200万ドルを寄付する協定にサインしたが、そのうち50万ドルをピューリッツァー賞に充てるという条項があった。ピューリッツァーは記者の資質の向上を願い、やがてコロンビア大学のジャーナリズム学部はミズーリ大学コロンビア校やノースウェスタン大学と並ぶ三大ジャーナリズム学部の一角となるが、ピューリッツァー賞は 彼の思惑以上に権威を持つことになる。ピューリツァーが自らニューヨークアールドで語った内容によると、社会的不正義と当局の汚職の摘発こそ審査を貫く基準であると語り、その基準によって公益部門を最上の賞として金メダルを設定した。そのため、権力側が隠蔽していた不正の報道による受賞は、1992年の時点では、 全体の40%を占めている。ピューリッツァーの対象となる部門は、遺言をもとに、当初級部門の章が設定された。すなわち、ジャーナリズム部門が、公益、報道、社説、新聞紙の4つ、文学が、小説、電気、アメリカ誌の3つ、擬曲が1つ、そして、ジャーナリズム学部の発展と改善をテーマにした論文の1つを、章の対象とした。 しかし、新聞紙は1918年度の未受賞者が出ただけで以後取りやめとなり、論文に至っては応募が全くなかったため、これも中止された。1922年には時事漫画が追加され、1942年には写真分野も追加される。また、取材対象の広がりに合わせて、ジャーナリズム部門は細分化し、写真分野も1968年に、 特集写真部門とニュース即部門の二つに分割された。また、文学も過重されていき、1922年には詩が追加され、1962年にはノンフィクションを追加、さらに小説分野はフィクションに改められ、対象の分野を広げた。1943年には新たに音楽のジャンルも追加されている。1975年までは、 ピューリッツァー賞の最終的な選考は、コロンビア大学の理事会が決定していたが、理事会には、在会人がしばしば名を連ね、関連する記事の受賞に反対することがたびたびあった。これは、ピューリッツァーの精神とは、完全に外れた行為であったため、現在では、理事会は、審査には全く関わることはできなくなっている。1981年に、 ジミーの世界巨峰事件が起こった。賞金は開始当初のもので、公益が金メダル、アメリカ紙が2000ドル、その他1000ドルとなっており、その後一律で1000ドルとなった。その額は物価の変動に関わらず長い間、末置きとなり、1989年に3000ドルに引き上げられた。2017年時点で賞金1万ドル、さらに今後は1万5000ドルへと上昇した。 ピューリッツァー賞は、メディア内の全該当作品を自動的に考慮するのではなく、具体的に応募されたものだけで選考を行う、各部門応募ごとに75ドルの参加料が必要。応募は、特定の賞部門の少なくとも一つに該当している、必要があり、単に文学的、または音楽的であることでは、応募資格を得られない。作品はまた、その性質に関わらず、 最大2部門にだけ応募することが可能である。ピューリッツァー賞理事会によって、毎年102人の審査員が選ばれ、賞の21部門に対してそれぞれ審査員20人が選考を務める。1人の審査員が写真賞も両方推薦する。ほとんどの審査団は5人組で構成されている、公益、調査報道、解説報道、特集記事、論説部門を除く。 こちらは7人が、文学書籍の審査団はすべて最小メンバーが3人である。各省の部門で、審査員は3件の最終候補推薦、ノミネーションを行う。理事会は、その推薦候補から過半数票を持って受賞者を選ぶ。もしくは、推薦候補を無視して75%の多数決を持って別の大作品を選出する。理事会は、受賞者なしにする投票も可能である。 理事会とジャーナリズム部門の審査員は、この活動を無償で行う。しかしながら、文学、音楽、擬曲の審査員は、年間2000ドルの礼金を受け取り、各議長は2500ドルを受け取る。自分の作品を投稿した者は誰であれ、参加者と呼ばれる。審査員は、ノミネートされた最終候補者たちを選出し、それらを各部門の受賞者と共に発表する。 しかしながら一部の投稿しただけのジャーナリストが最終候補に推薦されてもいないのにプロモーション資料でピューリッツァーにノミネートされた人物であると未だに主張する。例えば MSNBC の1989年調査報道賞の受賞者が2012年に指摘したことだが金融ジャーナリストのは自身のブルームバーグテレビジョンの広告や著者のジャケットで ピューリッツァー賞ノミネートされたと説明しており、の作家も自身の本を宣伝するために、ピューリッツァー賞ノミネート者という同様の主張を行った。その投稿をピューリッツァーノミネートと呼ぶことは、仮にコロンビアピクチャーズが、俺の息子をアカデミー賞に応募した時点で、アダム・サンドラーがオスカーにノミネートだいうようなものだ。多くの読者はオスカーがそうした仕組みじゃないと知っている。これは、 アカデミー賞を経歴に転用する単なる手法に過ぎない。ピューリッツァーも同様にそうした仕組みではないが、それを知る人はほとんどいない。トケットマンは書いている。必要とされるのは卓越したディスティングウィッシュとものであること。ピューリッツァーの残した言葉はザベストであったが、絶対的な基準を設定するのは不可能だという議論が起こり、妥協して卓越したという表現に落ち着いた。 ユーリッツァー賞はアメリカに関わるものが対象となり、文学と戯曲もアメリカの生活を描写したもののみを対象とする。もちろん、その作者もアメリカ人でなければならない。ただし、ジャーナリズム部門はあくまでもアメリカの新聞に載ることだけが条件であり、そのため日本人も写真部門では海外の新聞社取り上げられ、実際に受賞している。 アメリカで発行された新聞に掲載されることが第一の条件となる。受賞対象年度の翌年2月1日をその締め切りとし、4月半ばに受賞者が公表される。応募の際には、審査手数料75ドルが必要。審査はまず、ピュリッツァー賞理事会事務局によって任命された審査員が行う。各部門につき3人が任命され、その審査員の地位は、 権威ある記者、デスク、編集局長らがほとんどとなり、事前に公表される。任期は2年を超えることが許されず、毎年半数が変わっていく。毎年のジャーナリズム部門の応募総数は平均で約1800件であるが、以前は1日の審査で済ませていた。しかし、ジミーの世界巨峰事件以後は2日にわたって、コロンビア大学ジャーナリズム学部に持って、 入念に審議することになった。各部門3件まで絞った後は、その結果を順位をつけずに、本審査となる、ピュリッツァー賞理事会へ送り、そこで受賞者が決定する。二日での審査は、不可能な文学が、対象のため、応募期間は、ジャーナリズム部門とやや異なる。応募は2期に分かれ、1月1日から6月30日までに、 出版されたものは7月1日までに、7月1日から12月31日までに、出版されたものは11月1日まで、審査事務局に4部提出しなければならない。この場合、11月2日以降に出版するものは、応募が不可能に見えるが、11月2日以降のものに、関しては、ゲラズリでの提出が可となっている。他は75ドルの審査料も含めて、ジャーナリズムと、 あまり大差はない。各部門3人の審査員は、大学教授、作家、編集者、評論家によって構成されている。こちらは、ジャーナリズム部門とは異なり、審査員は受賞まで明らかにすることはできない。出版物ではない、議局に関しては、脚本録部の提出と、鑑賞のために必要となるチケットの提供が必要となる。これは、人気作であっても、 予定通り干渉するための招致だった。これらの審査が終わると、3作品を選定して、ピュリッツァー賞理事会に送り、以後は、ジャーナリズムと同じ手続きで審査される。アメリカで初演された、アメリカ人の作品というのが不可欠な条件で、選定の段取りとしては議局に順ずる。審査員は、音楽大学の教授、作曲家、音楽評論家らが任命され、3作品を、 ピューリッツァー賞理事会に送ると、以後はジャーナリズム及び文学部門と同じ手続きで審査される。詳細はを参照多くの人がピューリッツァー賞を複数受賞しているは連続して賞を受賞している。以下はピューリッツァー賞を3回以上受賞した方々のリストである。名目上ピューリッツァー賞の公益部門は報道機関にのみ授与され、 個人には授与されない。稀に、応募の寄稿者が個別受賞者と似た方法で表彰に選出されることがある。ジャーナリズム賞は、個人、新聞社、新聞社スタッフに授与されることがある。稀に、スタッフ賞の授与も、また著名な寄稿者の活動を際立たせる。ピューリッツァー賞は、報道、芸術、文学、フィクションに関連する部門からなる。米国の新聞、 雑誌、報道機関、ニュースサイトを含むが定期的に刊行する報道や写真は報道部門賞の対象なる。2007年からはオーバーを政画像のみに限定する2つの写真部門を除き、すべての報道部門でオンライン要素の素材が許可されることになった。2008年12月にオンラインだけのニュースソースに掲載されたコンテンツが初めて考慮される。 審査対象になることが発表された。雑誌所属の受賞者、特には的確なパートナーシップや新聞における作品の同時掲載によってコンテストに参加することが認められているが、ピューリッツァ賞諮問委員会とピューリッツァ賞委員会は歴史的に雑誌のコンテスト参入に難色を示しており、結果として1966年に コロンビアジャーナリズム学校で、米国の国立雑誌賞が創設された。2015年、雑誌が初めて2部門、調査報道と特集記事に参入することが許された。2016年までに、この規定はさらに3部門追加、国際報道、批評、時事漫画に拡張された。その年、ザニューヨーカーの特集記事と批評が、 この拡張された的確基準で賞を受賞した最初の雑誌所属者となった。2016年10月、雑誌の的確条件がすべてのジャーナリズム部門に拡大された。これまでローカル報道のニュース速報に限定されていたニュース速報部門は2017年にすべての国内ニュース速報を網羅するように拡張された。以下は、 2017年12月に発表されたピューリッツァー賞の部門の定義である。前提として、どの部門もアメリカに関わるものが条件となる。他に数十ものがある。芸術、報道、文筆で、それぞれ10以上とピューリッツァー賞奉仕に送られたものが5つあり、一番最近では1987年のである。こうした賞に加え、 能力により先行されたとするピューリッツァートラベリングフェローシップがジャーナリズム大学院の優秀な学生4名に授与される。長年にわたりいくつもの賞が変遷を遂げている。これは賞の分野が他の領域を含めるよう拡張されていったためである。一般名称が変更されると賞の部門も解明される。あるいは電信報道に対する賞のように 小事体が廃れていく。拡張を遂げた文筆部門の例には、以前のピューリッツァー賞小説部門、1918から1947年があり、翌年からピューリッツァー賞フィクション部門に変更され、小説だけでなく、短編小説や中編小説、そして詩も含まれるようになった。コロンビア大学のジョーゼフ・ピューリッツァーワールドルームに19名からなる。 ピューリッツァー賞理事会が半年ごとに招集される。それは主要な編集者、コラムニスト、メディア幹部に加えて学会と芸術から選ばれたメンバー6人からなる。これにはコロンビア大学学長、コロンビア大学ジャーナリズム大学院学部長、理事会の秘書を務める同省の執行管理者を含めている。執行管理者と学部長、 1976年以来理事を務めているは、職権上のメンバーとして審議に参加するが、投票することはできない。会長と学部長、それぞれ就任期間中は、常任理事を務める、及び執行管理者、毎年再選されるを除き、理事会は、任期3年間で自身のメンバーを選出する。会員は、最大で3期務めることができる。理事会員と審査員は、 職業上の優秀さと所属、並びに、性別、民族的背景、地理的分布及び、報道機関の規模の多様性を考えた上で慎重に、選ばれる。現在の執行管理者は、ニューヨークタイムズがの元上級編集者で、彼女は2001年の国内報道賞を受賞した、タイムズスタッフとして貢献した。1986年に、ジョーゼフ・ピューリッツァー・ジュニア、 常任理事長を31年間務めた寄贈者の孫の退職に伴い、議長は一般に最も経歴の長いメンバー、同時選挙の場合は、複数名に年1回の頻度で代することになった。1975年以降、理事会は全ての章の決定を行っている。それ以前は、理事会の推薦がコロンビア大学評議委員会の過半数票によって承認されていた。 執行管理事務局と同職員は、コロンビア大ピューリッツァーホールのジャーナリズム大学院と並んで、収容されており、一部の執行管理者は、ジャーナリズム学院で、大学教員職を持っている。1950年以来、理事会と執行管理局は、学校とは分けて運営されている。一部のピューリッツァー消費評価は、リベラル運動を支持。 または保守運動に反対する人々を後押ししている、組織を批判している。複数新聞社に執筆するコラムニストのは、ピューリッツァー賞が特に論説賞においてリベラルな遺産になっていると述べた。この31年間で論説賞を勝ち取った保守派は5人だけだと彼は指摘した。この主張はまた、2010年のピューリッツァー賞、論説賞の受賞者からの声明。 私が今認識しているのは、私が保守派をバッシング、過剰批判する人物だからという理由だけです。からも見て取れる。ジャーナリズム教授のヤン・ボルツと、中文大学のジャーナリズム教授、フランシスリーによる2012年の学術研究は、1991年以来、ピューリッツァー受賞者で、女性はたった27%で、報道スタジオには、 約33%の女性がいると明らかにした。研究者らは女性の受賞者は IB リーグ学校への出席、首都圏での養育、またはニューヨークタイムズといった一流出版社での雇用など伝統的な学歴を有している可能性が高いと結論付けた。この調査結果は女性の応募者がこの賞を授与されるためには男性の同等者たちと比較して より高いレベルの修練とつながり、コネが必要であることを示唆している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。